3月の29日、はい、練習します。あったかくなってきて卓球しやすくなってきましたね、うん、めちゃくちゃいい環境、うん、なんか何するにしても寒いってなると奥というか、やっぱりね、あの桜が綺麗ですね、この時期は。ほんまに来週かな、再来週かな、うん、僕あの造幣局の桜予約しましたけど、知らないの？知らないぞ。造幣局っていうお金を作るところ。それは知ってるの？で、なんか桜の通り抜けっていうのがあって、桜の、うん、なんていうの、桜並木が、まあ、まあそこちょっと一瞬やけどね、ほんまにパッと行って帰ってくるだけやけど、うん、人気の人気やね。いつもは別に行けば見れたんやけども、うん、今年からはインターネットで予約しないといけないみたいな、うん、コロナで人数制限があってみたいな、うん、まあでも桜は綺麗ですからね。出店とかあるの？ないと思う、多分。そう、まあ、その中で、ね、造幣局の、うん、その下の河原でやってたような気がする。たこ焼き買ってきて。わかった、うん、大阪のたこ焼きはうまいと思う、うんうん、まあ浩二君もね、桜のように綺麗に咲けるように散る1週間か2週間ぐらいに散るよ。いや、最高の輝きをね、出してくれ。 OK、 はい、Jリーグロッサム行きます。さあ、
滑る。Thank you.